工場の社長だなんて、ただゴミを作ってるだけなんじゃないの？うちの主人とは大違い。娘を通わせている幼稚園には、とんでもないボスママがいる。人を見下して自分をあげることが生きがいのボスママは、俺を侮辱した。あなたの貧乏が映るといけないから、もう二度とマリンと遊ぼうとしないで。お願いね。俺の娘も侮辱したボスママに、俺の我慢は限界に達した。君のせいだ。君のせいで会社が潰れる。工場に響き渡るボスママの旦那さんの怒声。ボスママのプライドをへし折る俺の会心の反撃で、ボスママはそのまま奈落へと落ちていった。俺の名前は三木光太郎。30代半ばの工場経営者だ。工場は祖父から引き継いだ金属加工の専門工場。俺は工場の3代目。2代目だった俺の父は家業よりも就職を選んでいた。祖父は息子が工場を継がないと分かった時点で廃業を考えていたようだが、俺が祖父の仕事に興味を示して風向きが変わった。祖父は俺に工場を引き継ぐために俺を雇い職人として仕込んでくれた。高卒後すぐに働き始め、祖父の引退を見届ける。その後は仕事をしつつ合間に結婚。4年前には娘も生まれ、すっかりと落ち着いた暮らしを手に入れた。じゃあよろしく。今日はもしかしたら遅くなる？じゃあその時は連絡して。気をつけて。妻は会社員で、仕事と家庭を生きがいに頑張る人。俺と妻は共働きで娘を育て、家族を守っている。妻は早くに出かけて、俺は娘の幼稚園の送迎を担当する。幼稚園は家の近所で、妻の時間に合わせて動くよりも、俺が出張った方が都合がいい。幼稚園への出入りは俺のルーティン。何もかも、ある程度決まったことしか起きない毎日が続く。だがある日、娘を迎えに行くと、あまり馴染みのない人に声をかけられた。その人は、倉品さやさんという人で、娘さんを幼稚園に通わせるママの一人。うちはほら、主人が大手勤めだから、何かと家族も表に出ないといけなくて。倉品さんの旦那さんが、有名大手家電メーカーに勤務するという人で、旦那さんが花形部署の部長だというのを自慢の種にしている。俺や倉品さんが暮らす町は、古くからの住人と新しく移り住んだ富裕層という人々が入り混じっていた。倉品さんは古くからの住人を見下し、小馬鹿にしているタイプだ。保護者の間で倉品さんへのどことない不満や苦笑を耳にする。ミキさん、どうも。あの倉品さんに声をかけられる。身構えるし緊張もする。ああ、どうも。あの、何か。ああ、いいえ。あなた、昔からこの辺りに住んでるって聞きましてね。ええ、ここで生まれ育ってますから。倉品さんは、俺を頭からつま先まで眺めていた。俺はいつもそうするように、工場の作業服で幼稚園に出入りしている。これから仕事。帰ってもその後は仕事。それを思えばその格好も好都合。しかし、倉品さんにはそうではない。むしろ気に食わず最高の攻撃材料になるようだった。その服、服なのかしら？見たことないんだけど。俺は作業服にしているつなぎを着て、その上に工場のジャンパーを羽織っていた。なんというか、センスのかけらも感じられませんわね。ああ、そうですか。ええ、それから、あなた奥さんと共働きだって。他にもそういう人いるけど、夫婦で働かないといけないなんて、
そんな貧乏、大変ね。俺はそんなに気の短い人間ではないが、出し抜けに嫌味を言われ笑われ、いい気分ではいられない。だが、場所が場所だ。子供たちのいる幼稚園で、みっともない騒ぎを起こせない。ああ、これは手厳しい。失礼します。これからもよろしく。倉科さんに正しく接する方法がわからなかった俺は、挨拶にならない挨拶をして、その場を濁して仕事に戻った。倉科さんは、それから俺に絡んでこなかった。幼稚園で彼女をなんとなく見てみると、彼女は常にいろいろな人たちの間に入っていっていた。そして、高飛車に振る舞って自慢をして周囲を見下す。園庭には彼女の高笑いが響いて、周辺の空気が凍りついている。分かったのは、自分はそこに加わらなければいいということ。しかし、そうはいかない事態になってしまった。どうした?ん?何かあった?ある日娘を迎えに行くと、娘がとんでもない形相で立ち尽くしていた。娘は我慢強く、聞き分けのいい子供。めったやたらに泣かず、時にはおとなしすぎて心配になる子供だ。そんな娘が唇をかみしめて目を真っ赤にしている。珍しく泣き出す寸前の顔で俺の目の前に現れた。なあ、嫌なことか悲しいことがあった?娘の目線まで腰を落とし話しかけてみると、娘は目をそらしながら嫌な出来事を漏らした。ポツポツと悲しげで悔しそうにして、ある女の子の名前を出した。マリンちゃん。マリンちゃん。マリンちゃんか。マリンちゃんというのは、あの倉科さんの娘さんだ。時々ママたちの間で母親ともどもお騒がせな子供として話題に上がっていた。母親に似て勝ち気で、どこか生意気な子供。マリンちゃんに何かされた?マリンちゃん、貧乏の子供はおもちゃに触れない。ダメだって。遊びの時間、娘はマリンちゃんに仲間外れにされたそうだ。おもちゃとぬいぐるみに触ろうとしたら、貧しい家の子供は触ってはいけない。そんなことを言われたというのだ。貧乏はおもちゃなんか知らないでしょって。どうしてそんなこと。俺はついに泣き出してしまった娘をなだめた。手を取り、顔の涙を拭って話しかける。家に帰って好きなものを食べさせるか、コンビニに寄ってアイスを買うか、娘への向き合い方を考えつつ、俺はマリンちゃんへの怒りを抑えようとしていた。マリンちゃんを叱りたいと思うが、そんなことは簡単にできるものではない。そして、マリンちゃん以上に、マリンちゃんの母にも腹が立つ。子供は親を見て育っている。親の立ち振る舞いが子供を作り上げている。俺も自分の娘を見ながら、それをつくづく実感している。妻の我慢強くめげない性格を娘は受け継いで、時には俺の横着するだらしない癖を見せる。どんな家でもきっと同じで、倉科家の場合は母親の嫌味な部分がマリンちゃんに映っている。そんなことを考えていると、ちょうど倉科さんがマリンちゃんのお迎えにやってきた。倉科さん、いいですか?俺はさっと倉科さんに話しかけた。マリンちゃんがうちの娘を仲間外れにしたと。貧乏の子供はおもちゃで遊ぶなと言ったそうなんです。倉科さん、マリンちゃんに確認してもらえますか?まずは落ち着いていたい。倉科さんのような人と真剣に向き合わないといけないのならば、上げ足を取られたくなかった。俺が取り乱せば、つけ込まれると考えていた。もし行き違いがあったのなら、こちらも考えます。
ですが、まずはマリンちゃんに確認を。俺がもう一度詰め寄ると、クラシナさんは小さく笑った。あのね、そんなのどうしてしないといけないの？どうしてって、大事なことでしょ？何が大事なの？マリンが言ったことなんて本当のことじゃない。クラシナさんは俺に笑いかけ首を振った。あなたと、あなたの奥さんとあなたの娘さんは貧乏。貧乏ってね、遊ぼうが何をしようが選ぶ権利なんてないの。そうでしょと畳みかけ、謝る素振りすら見せない。それに、マリンちゃんに何があったのか聞いてもみない。怒りが湧く前に、子供への対応に違和感を覚えて呆れた。クラシナさん、あなた本気で言ってます？そうよ、本気。言ったでしょ？マリンも本当のことを言っただけなの。そういうことじゃないでしょ？あの、娘さんがどうしてそんなことを言うのか考えたりしないんですか？それに、子供が言うようなことじゃないでしょう。マリンは賢いの。教育にお金かけてるから。クラシナさんは、俺の反論を遮るように声を張った。あなた、本当のこと言われてそんなに怒って、みっともない。クラシナさん！その汚い格好、工場の社長だなんて、ただゴミを作ってるだけなんじゃないの？ゴミ作りが仕事、うちの主人とは大違い。クラシナさんのお決まりの高笑いが響き、数人が俺とクラシナさんの方を見ていた。俺はどうなってもいい。覚悟を決めなければいけない時だと意を決して口を開こうとした。だがそこに、娘が先に割って入った。違う、パパのお仕事はゴミじゃない。違うもん。涙ながらに娘がクラシナさんの前に立ちはだかり、クラシナさんに言い返す。違う、パパのお仕事は工場なの。生意気ね。クラシナさんは娘を鼻で笑い、その肩をつかもうとした。俺はとっさに娘を自分のそばに引き寄せ、クラシナさんから隠した。親も親だけど、娘も娘、口だけは達者で手に負えないわね。あのね、いい？マリンにあなたの貧乏が移るといけないから、もう二度とマリンと遊ぼうとしないで、お願いね。クラシナさんは俺の背後の娘に暴言をぶつけると、笑顔のままマリンちゃんを迎えに行った。そのままマリンちゃんの手を引いて、何事もなかったかのように幼稚園を出ていく。俺は娘を慰めながら、クラシナさん親子の後ろ姿を目で追い続けた。自分はともかくとして、娘を侮辱されてなりふり構うわけにはいかない。それだけが頭の中にこびりついた。誰がどうなろうとも、それでも娘と妻に迷惑をかけずに打てる最高の手立て。ひたすらに自分の次の行動だけを考えていた。幼稚園での屈辱的な出来事の翌日、俺に挽回の機会が訪れた。ミキさん、すみません。すっかりご無沙汰をしてしまって。いいえ、お忙しいでしょうから。いや、忙しいからと無沙汰をするのは申し訳ない限りです。俺が経営する工場に、お騒がせママのクラシナさんが自らの最高のステータスにしている人物、夫の君久さんがやってきた。クラシナ君久さんは、有名大手家電メーカーの経営企画系統部門の部長。実は、俺の工場では長年、メーカーの製品の主要部品を製造し納入している。うちの工場でしか作れない特注品も含め、その数は多い。祖父から工場を引き継いで以来、メーカーの担当者の代々と付き合い、クラシナさんともその流れで知り合った。このことは当然、クラシナさんの奥さんにも、他の誰にも俺は喋っていない。
バタバタとせかすようになりますが、今日は改めて契約更新についてお話をさせていただきます。ええ。祖父の頃から数えて、これも何度目かのメーカーとの契約更新。今までは緊張感も乏しく、繰り返しとして行ってきたが、今回は違う。倉科部長、一つよろしいですか？俺は思いっきり市場を差し挟むつもりで切り出した。以前私は倉科部長のお嬢さんが私の娘と同じ幼稚園に通っているということを聞いていまして。ああ、ええ、そうなんですよ。俺が子供のことを口にして倉科部長の頬が緩んだ。同じ父親同士、その感覚は理解した。しかし、この日のこの後の話は、緩んだ頬を引き締めすぎるほど、倉科部長には厳しい。先日、私の娘が奥様とお嬢様に侮辱されました。お嬢様から娘に対して、貧乏人とは遊べないと言われ、奥様もお嬢さんの言うことを認めて肯定なさった。え？そんな。奥様はこの工場と私の仕事もゴミだと。娘には貧しさがお嬢さんに移るから遊ばないでくれと、そうまで言いました。動き出しそうになる体を抑え込みながら、俺は必死に事実だけを倉科部長に伝える。倉科部長はうつむきながら何かつぶやいていた。私はともかくだ。娘が侮辱されたのが許せない。それに、私の仕事はどこに出しても恥ずかしくない。私だって胸を張ってこの仕事をしている。もっともです。ゴミだと言われて、そんなこと。いいですか？私と亡くなった祖父にとって、ここで作っているものは誇りあるものですよ。それをゴミだと言える、あなたの奥様とあなた方家族の感覚はどうなっているんですか？倉科部長が本来したかった契約更新の件はどこかへ吹き飛んでしまった。もし何もなければこの場の空気は和やかな商談の雰囲気だっただろう。しかし俺の行動の結果、部屋には重苦しく尖った空気が充満していた。何を言っても言い訳にしかなりませんが、申し訳ないとしか言いようがない。妻は、さやはどうにもならないんですよ。倉科部長は力なく吐き出し、無言で俺に深く頭を下げた。そして倉科部長は妻を呼ぶと携帯を取り出した。止める間もなく電話はつながり、時間が進む。倉科部長は言葉少なに奥さんを呼び出した。俺の工場の場所を告げ、とにかく来てくれとせかす。本当はこんなことをしてはいけない。そういう時間ではないと思います。ですが、私の気がこうしないとすまないんです。倉科部長もまた仕事の時間を投げ打った。二人で待ち人を待ちながら、何も話さず身動き一つしない。やがて倉科部長の奥さんが颯爽と登場した。何よ、どうして私がこんなところに来ないといけないわけ？いつものように倉科部長の奥さんは俺をにらみつけた。そしてそれだけではなく、自分の夫すらきつい目でにらむ。私に何の用なのよ。倉科さん、よろしいですか？だから、あんたごときが何なの？私ごときですか。そうですか。でしたら言わせてもらいます。何よ？私の工場で作る部品は、あなたにとってゴミということですよね。でしたら、ご主人の会社からご注文いただいている部品すべて、特注品も含め製造を中止します。それから今後の契約解除もしましょう。いかがですか？俺は思っていることをすべて怒りに任せてぶちまけた。だが倉科部長の奥さんは
いまいち何を言われているのか分かっていなかったらしい。俺の顔をいぶかしげに見てため息をつく。そして倉科部長はその背後からゆっくりと奥さんに近づいた。さや、君のせいだ。君のせいで会社が潰れる。ミキさんの工場の特注部品がなければうちは終わりだ。さや、とんでもないことをしてくれたな。倉科部長の叫びの最後は妻への怒号と化していた。謝れ、謝るんだよ。倉科部長は自ら床にひざまずき、奥さんの手を引いた。奥さんは強制的に膝をつかされ、頭も倉科部長に押される。奥さんの顔からは血の気が引き、体もかすかに震えていた。申し訳ありませんでした。私は妻の一人すらどうにもできない。誠に申し訳ありませんでした。はっきりと謝罪する倉科部長の隣で、自分の意思はないまま土下座している奥さん。さやとは離婚をします。ですから契約は、会社は生かしていただきたい。何もしない、言わない奥さんを突き放した倉科部長は、仕事だけはさせてほしいと俺に懇願した。冗談じゃない、バカが。さっきまでの震えは、武者震いのようなものだったのか。夫の言葉に奥さんが罵声で答えた。何なの？なんでこんな奴に頭下げなきゃなんないのよ。あんたもバカよ。あんたの方がいい会社に勤めて、こいつに情けかけてやってるんでしょうが。いい加減にしてくれよ。怒り狂った妻に夫の怒りも炸裂する。しばらく倉科夫妻の罵り合いが繰り広げられた。見てはいけない。俺が知らなくてもよかったことが目の前で明らかにされている。そんな気持ちになった。もうお引き取りいただいてもよろしいですか？今日はもうこれ以上まともに話ができそうにない。本当に仕事だけは。それも改めて今日はとにかくお引き取りください。俺は倉科夫妻を追い立てた。倉科部長は俺に取り付く島がないとわかると頭を下げた。そしてそれ以上何も言わず、騒ぎ続ける奥さんを引きずり工場を出て行った。お恥ずかしい限りで。すべての騒動に決着がついたのは、倉科夫妻が俺に醜態を晒した1ヶ月後だった。さやと離婚が成立しました。彼女はいつもああするしかない人だった。謝罪をしたいと工場を一人で訪れた倉科部長は、俺へ再び謝罪をして胸の内を語っていた。どういうわけなのか、人を押さえつけないと気が済まない。それに派手を好む人間で、結婚して自分が正せればと思っていたんですが、無理でした。倉科部長は苦々しく奥さんについて少しずつ振り返った。勝ち気、人を見下し、物事に優劣をつけたがる性格。そして異様に社交的で高級思考。結婚後、元奥さんはそんな能力をすべて解放しながら生きていた。倉科部長の給料を思う存分に使い、欲望を満たす。倉科部長は、そんな妻を養う生活に疲れ果てていたようだ。そこに今回の騒動が起き、どこか踏ん切りがついた。妻を調べ尽くして、不満を解消して別れる。倉科部長は離婚にあたって、元奥さんの身辺調査をしたそうだ。更新所の調査の結果、元奥さんは浮気までしていたことが判明。倉科部長は騒動を引き起こしたこと、浮気を離婚理由の柱にして、元奥さんに立ち向かったそうだ。マリンは私が引き取りました。責任を持って、時間をかけても、あの子をしっかり育てたい。仕事一辺倒ではなく。
仕事だけに生きてきた姿勢を倉科部長は悔いていた。引き取った娘さんへ愛情を注ぎたいというその様子に嘘はないようだった。ちなみに元奥さんは一人暮らしをしているそうだ。実家には戻れず単身者用アパートを借りて慰謝料と養育費を払うために働き詰めの日々。慣れないパートにどうやらとんでもなく苦戦しているのだそうだ。本当に申し訳ありませんでした。今回のことは私の身から出たサビ。それでミキさんにご迷惑をおかけしてしまったこと、仕事にも影響を出してしまったこと、恥ずかしい限りで何も言えません。倉科部長は何度も俺に頭を下げた。俺はその誠意を受け取り、仕事の話を再開した。倉科部長の勤め先との契約を更新し、もう一度仕事関係者としての仲を結ぶ。短く倉科部長と握手を交わした。そして俺はシングルファーザーになった部長を励ました。きっと近い将来は何でも笑い話にできますよ。そうしないといけませんね。おう、行きましょうか。俺は壁の時計を指さした。時刻は幼稚園のお迎えに出る時間を示している。行きましょう。子育てする父親同士、俺たちは立ち上がると娘たちの元に向かった。